どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。いやー、前回がね、衝撃的すぎて。まあ、どうなったのかまだわかんないから、ちょっと始めてみないとわかんないんだけどね。ただ、ちょっと終わり方があまりにもショックだったんで。まあ、気が重いですが、やっていきたいと思います。いや、ほんと気が重い。いや、なかなかね。お。来た来た、ジョンのお出ましだ。また昔だね。いつも通り時間厳守だな。時間の神様が作った時計でも使ってんのか？ああ、なんかそういえばこのセリフあったね。どうした？何かなくしたのか？なくす？ジョンに限ってそんなわけねえだろ。意外と喋らないけど完璧なんだろうね。俺たちと同じ貧乏人がそっちか。そっちなのか。なくせるものなんてねえよ。いや、完全に言葉はなくしてるんですが。お宝の音をしたね。宝は欲しいよね。わあ、トークンだ。やりー。ちゃんとしめんとね。何これ。腹が減ったな。もう何日も給油してない。バスケツなのに働く辛さがわかるか？頼むぞ、ジョン。収穫がないともう起動できないかもしれない。この先は危険だぞ、ジョン。他に道があるなら避けた方がいい。あ、じゃあ左下行くのか。何？ここはどこかって？お前寝ぼけてんのか？ここは採掘場だよ。俺たちの大好きな採掘場だ。一応夢の中っていう体でいいのかな？最近ショーの始まりは夢で始まるからね。それとも冷蔵庫の中の記憶なのか。この帽子誰？あ、ディグか。俺が言ったこと覚えているか。採掘場には目に見えない秘密があるんだ。よく観察すれば見えてくるものがある。え、ループしたね。え、トイレですか？ そういうことじゃない。次こっち出てみる？あ、やっぱりループしてるね。そして4だ。お前よくもやってくれたな。ジョン、どこへ行く気だ？今は勤務中だぜ。さっさと行動に入るよ。なんか違うところ来た。行動ね。ナイス着地。これさ、もし夢っていうので落ちていったっていう話だったら、深層世界に入っていってるってこと？ジョンの。ジョン謎多いんだよな。サンちゃんも謎多いけど、ジョンもそれに匹敵するぐらいね。わかんないからね。ただ武器とかは別に出せるわけではない。特にメニューも開けない。
でもこんなところあったっけ今までで。地下らしい地下ってなかった気がするけどね。あら、これは滝か？どこなんだろうね。あ、目だ。あれ？もしかしてこれ横のやつってあれだよね、家とかだよね。あれかな、地下になるのかな、あそこの、あそこって言ったらちょっとわかんないけど、あのポットクロックとかのさらに地下っていうかさ、電車がいた場所なのかなと思って。うわー、いや実験施設か。第5章、騎士とお姫様。あれ、さっきのサンちゃんだよね。あの白髪はね。やっぱ夢か。姫様、助けて。ん？神さん、助けてください。お願いだ。話を聞いてくれ。あ、姫様、まだ助けれる。同じ失業者のよしみで頼む。一生のお願いだ。神さんがまだ下町にいるんだ。あ、違うのか。あたりが消えたと思ったら、今度は怪物どもがドラゴン市場で現れたんだ。下町のあたりは今どこでも、あ、どこを見ても奴らがいる。わしら下町の住人は行き場所がないんだ。家にも帰れない。ファンファンはきっと助かるぞ。ジョンが言ってくれるんだから。ほんと頼りになるんだね。頼りになるぜ、ジョンは。イザベルとは大違いじゃな。あいつは貧乏人のことなんてお構いなしだ。イザベルはもうそれどころじゃないからね。すべて俺のせいだと思うか？違う。マザーの命令がないことには俺も動けないんだ。あ？マザーの命令がないことで俺も動けないってどういうこと？それでそのマザーというのがサンなの？そうだ、間違いない。とはいえまだ完成していないみたいだ。種が日差しに当たってないのか、あるいは未来に関する記憶がもう。未来、実在する場所ってこと？一応目的地だよね。もちろん実在するさ。待てよ、お前行くつもりなのか。生身の人間はいけないぞ。生身じゃなければ。お前のその匂い、工場の匂いだな。お前まさか。私にはマザーはいない。知ってるんだ。お前何者だ？イザベルもね、ちょっと正体というかそれっぽい話は出たけど、それでもっていうとこだよね。あ、姫さんはこっち任せて。まだ多分姫さんも大丈夫そうな感じなのかな。ちょっと確認しに戻ってみようか、念のためで。治療をしないといけないのかどうかっていうところやね。あ、いた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 。いや、まだそうだね、顔色はすごく悪いけど命はまだ助かってる状態っぽいね。すみません。いや、それが分かっただけ全然良かったわ。
あまりにもショックすぎて撮影まで1週間以上空けたからね。マジでショックすぎてさ、久しぶりにゲームでショック受けたわ。よし、じゃあちょっと買い物とかして準備してから市場行こっか。傷は深いか。大丈夫です。まだ行けます。いや、行けんやろ、もうそれは。動くな。あとは他の者に任せろ。ジョン。彼女は？いや、今はこちらが優先だな。お、ボス。敵が多すぎる。下町の入り口にすら近づけません。マジか、そんな多いのか。嘘だろ？ファンファンがまだ中にいるのに。ジョン、やれるか？まあ、やるしかないっしょ。これを持っていけ。俺には、これくらいしかできない。完全に補充してもらったね。わ。よりによってお前らか。はいはい。こっちだね。あ、やべ、怒った。やべ、怒った。その状態が一番まずいんだって。あ、いて。おりゃ。強すぎるよ、相手。やばい。よし、お前で終わり。結局銃だよ。爆弾ほとんど使えなかったね。全員追い出しました。そうか、あとは任せたぞ。ただし深入りは禁物だ。じいさんはいつもダムには何かがいると言っていた。たたりってやつが目覚めなければいいが。了解でさ。お前たち、ついてこい。あの、後ろってあれ、力って書いてあるんやろかね。ファンファン。あ、この人だったんだ。めっちゃ気強そうだけど。どうして泣いてるのよ。もう二度と会えないかと思った。どうして何も言わずに帰っちゃったんだよ。ああ、そのことね。明日はあんたの誕生日でしょ？なのに、あんたの潤滑油を家に忘れてきちゃったの。だから取りに戻ってて。ファンファン。ほら、泣かないでよ。みっともないんだから。まあまあ、仲良さげでよかったよ。今回のダメージは大きすぎる。ドラゴン市場もどうやら終わりだな。幸いにもダムだけは守ることができた。俺の運もどうやら。やらないの？誰だ？刀を握りしめてるじゃない。振り下ろせばいいだけよ。そうすれば敵討ちができる。3。やっぱりできない？うん、人間って軟弱な生き物ね。お前は彼女じゃない。何者なの？私は彼女よ。そうと分かれば手が動くかしら。どういう意味やろうね。無理？あなたはただの人間だものね。
なら残る道はただ一つね。未来。おはよう。おはよう。休みます。寝起きやけど休みます。多分ライフがね、ジョンと共有だから下がってるはずなんよね。ほらほらほら。はい、もう一度寝ます。寝てたのにダメージを受けてるっていうね、不思議な体質やからね。さあ、記憶を残して。姫様のとこ行ったら喋るかな。イザベルもいるかもしれない。アルバ。アルバ、大丈夫？なんとか、なんとかだね。でもそうだな、なんとも言えない状況だな。イザベルはどこ行ったんだろう。ロケットの自室の方行ったかな。あ、でももう、そうだね。このダム上でやれることといえば、どうにかして、アルバを助けてあげる、っていうことくらいしかないのかな。さあ、とりあえずジョンに合流しに行こうか。そうか、彼女はまだ目覚めないのか。あの時彼女を助けなかった俺を薄情だと思っているんだろう。もしやり直せたとしても同じことをすると思う。アルバもきっと同じだろう。ひどい市場だ。ジョン。ああ、サンも来たのか。昨日のことは感謝する。話せ、邪魔すんな。ん？どうしたの、マング。ボス、マングが中に入ろうとしています。中に入れて、中に入れてやれますか？せわしいだ、マング。怪物を始末しないと工事は始められないだろう？たわごとに付き合ってる暇はねえ。ワッパどもが中にいるんだ。あ、見捨てるわけにいかねえ。え、またあのバカ兄弟入ってんの？戻れ。マジか。あのバカ兄弟あのバカ兄弟本当バカだな。まあそうだね、あの二人ことになると、まあ後継ぎさせようっていう考えてたぐらいだからね。他に何も考えられなくなるようだな。D、 私とジョン行かせて。いつもお前たちに頼んでいる気がするな。よし、気をつけていけよ。あんなことの後でもう誰も失いたくはない。大丈夫です。主人公ですから。いや、でもなんかあれだね。アルバのことが起きてからだけど、サンちゃんの赤靴がすんごい気になる。ねえ。なんかめっちゃ気になるな。よし、行きますか。左。ああ、左も行けるのか。ちなみにまだ攻撃とかはできない。
おっかねー。ちょいちょいさんちゃんがこっち見るんだよな、止まってると。とりあえずセーブして、どっちからだろう、右と左。まあ正面とさ、右側もう一つあるんやけどね。休めれる？休めれない。バツってついてたね。あ、ちょっと繋がるか。じゃあアイテムがあるかだけ確認して。いや、一緒か。よし、行きますか。いや、急にゲームオンないんやけど。で、君何？当たんないんだね。いたー！ちょっと待った。その当たり方は聞いてない。あ、マング。おーい、誰か。助けて、溺れちまう。いや、大丈夫ですよ。何してるの、マング。助けてくれ、ジョン、さん。マング、足を伸ばしたら？私でも立てるよ。あるあるですね。また救われたな。思いっきり口もっと入ってるけどね。走馬灯がよぎったぜ。あの二人、宝探しに行くとか抜かしてたんだ。もうダムの奥にたどり着いてる頃だろう。ジョン、正真正銘、最後の頼みだ。うちのワッパどもを助けてやってくれ。せがれか。せがれどもか。でいいのか。せがれは、もうどっちでもいいや。どっちでもいいや、もう。私、日本語苦手なので。お、今、地面潜ったよね。マジか。新種じゃん。じゃあ急いで助け行こう。でも隠し通路とかちゃんと探しながらね。あ、虫、虫、お、しかも強え。ライフ高いな。このライフが高いの地味にきついんだよね。しかもん？中ボス戦か。あのね、回避がないからね。マジで。浮いてるやつまで出始めた。ほら。マジで、マジできついな。ガードもないもんな。ちょっとサンちゃん、あ、回復した。オッケーオッケー。だよね、回復にしてたよね。いやー、マジで痛い。本当に回避がないのか調べた。サンちゃんと別れか。いや、こっち行く感じか。え？いや。電力はどうやって通るわけ？
ミッチだよね。え、どういうこと。あー、そういうことか。久しぶりだと忘れるね。アルバからもらったこれを使って普通に忘れてたわギミックを完全に忘れてた。どうしよっかな。ドン、動き早っ。とりあえずまっすぐでいいのかな。あー、君いんのか。この跳ね返る感じがね、意外と厄介なんだよね。爆弾は消化しない。あ、大丈夫なんだ。とりあえず壊せるもん壊して、サンちゃんの青い魔法ゲージ貯めて回復やね。あー、爆弾多いな。爆弾足りるかな。結構落としてくれないからさ。いた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 、おい。まあまあまあ、じっくりね、じっくり進めていってね。で、次は、一応お宝の音がした。で、またサンちゃんに頑張ってもらわないといけないけど、ドンで OK。 あー、下通電するね。ちょっとサンちゃん行って。あー、そういう感じになるんだ。地味に難しいんだよな。わっ、ドキドキ。はいはい。はあ、ちょっと待った、これ。どういうこと。おお、すげえ。ゲットゲットゲット。まず扉は開いた。まあこれで OK か。はい、合流。ちょ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 。特にだって拾えるものないよね。いや、右側なんか行けたな。よし、トークンゲット。でもガチャがね、なんかこう、変わらないから引きづらいんだよね。中身変わったらいいけどね。
待ってね。ソニックボーイ、ソニックボーイ読んじゃおう。またたまるからね。裏に回ってきた。やっぱそうなるよね。いき、この隙間は何もないんか。さらに奥、やべえのがいたな。やべえのがいたな。あ、でも即起爆っていう面で考えるともらったやつか。あー、いいね。上行って、あー、そっか、復活するんか。だよね、お宝ありますよね。しかも回復か、久しぶりだな。お三つは遠いね。まあ、でも回復する必要がなくなったのはでかい。狙ってくるね。倒れ方は可愛いけどね、後ろにコロンってひっくり返るからさ。これはこうだな。いや、強いね。銃一発じゃないもんね。マジか、やるな。うん、あの距離でやられないんだったらやっぱ強くなってるね。左はあんま行けんか。どうしよっかな。回復するかすごい悩む。あ、リンゴ3つ。ほい。ほら、よし。そうだな、使っておこう。タイミング見てね。あ、そうなるよね。マジで。マジでさ、その、バウンドが、辛いんだって。こっち行けないね。上か。やばっ。そうくるか。いや、これボスでこいつ来たらちょっときついな。
ザってさ、あの雑魚として湧くわけじゃん、雑魚としてね。それされる、あ、ね、違う。あのね、違うって。爆弾変えれないんだよね。はい、ジョキパーツ。そこの左はないね。ほい。あ、マジか。何買える、ちなみに。あ、弾薬パックとか買えるのいいな。ちょっと欲しくなるね。うわ、地獄やん。おお、くね。いや、壁にはめればね。うわ、増えたー。ソニックボーイ呼び出せます。あ、やったー、よし。もう、もう銃使えばもうこんなもんすよ。あの弾薬パックが欲しい。どうしようかな。一応爆発させとくか。はい、ドン。なるほど。どうしよっかな。回復、ソニックボーイすごいね、もう100いってるよ。エネルギー何で溜まるんだろう。時間経過なんだよこれ。どうしよう。無理に飲まんでもいいか。いや、これ飲んでアーマーつけて、で、エナドリー買えば OK。 よしよし、じゃあ今回ここまでにしよっか。ちょっとね、いい感じにダンジョン進んできたんだけど、結構時間も経ったんでね。まあ、とりあえずアルバが生きてたのは良かった。でも、そうだな、この流れからしてちょっとせがれの二人もなんかやらかしそうで怖いけどね。ちょっと気になるんですが、今回ここでやめたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。